オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は三輪先生です。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。つい先日、フランスのパリではテニスの四大大会の一つである全仏オープンが幕を閉じましたね。全仏オープン、フランスでは何という名前かご存知ですか？そうです。ホロンギャホス。ホロンギャホス。日本ではローランギャロスと呼ばれますが、実際の発音はだいぶ違いますね。先頭の文字は R ですから気をつけましょう。さて、ホロンギャホス、これは人の名前なんですが、テニスの大会だけあってフランスの有名なテニスプレーヤーかと思うでしょ。でも違うんです。ホロンギャホスは1913年に世界で初めて地中海の横断飛行に成功したフランスの飛行家、パイロットなんです。彼の偉大な功績を称えて、全仏オープンテニスが行われるテニス競技場にホロン・ギャホスという名前が付けられたそうです。今年もクレーコートの上で白熱した試合が繰り広げられましたが、テニスの実況をフランス語で聞いていると、いくつか面白いことに気がつきます。特にポイントの数え方です。例えば、15対15。これは、15 all と言いますよね。これをフランスでは、15と言います。なんと数字の15はカーンズとフランス語ですが、後半は英語のオールをそのままフランス語読みして、しかも2つの言葉をオンシェヌモンしてつなげて発音するので、カンザルカンザルとなります。他にもテニスの実況を聞いていると、へえ、これはこの単語を使うんだという発見があって面白いですので、ぜひ機会があれば聞いてみてくださいね。フランス人にはスポーツ観戦が好きな方が多いですから、サッカー、テニス、ラグビーなど人気スポーツの専門用語をいくつか知っておくと、会話できっと役に立つと思いますよ。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワが担当するフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は5月にデビューされたアンサンブル講師リュディ先生をご紹介します。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほどもお話しした全仏オープン、ホロンギャホスのように、パリではスポーツの試合に限らず期間限定のイベントなどに行きたい場合、前売りチケットを買っておかないと
何時間も並ぶ羽目になることがあります。フランスの地方ではそんなことはないんですけどね。かれこれ10年以上前、パリでピカソ展があったので、朝10時に会場に着いたのですが、平日にもかかわらず、何百人もの人が並んでいて、3時間待ちと言われ、泣く泣く諦めたことがあります。そんな私たちを横目に、すいすいと追い抜いていく、前売りチケットを持った人たち。きっと彼らは、チケットを前もって買っておいてよかった、と思ったはずです。さてこの、何々してよかった。フランス語でどう言うと思いますか？基本となる文のヒントは、上手にした。どう言うでしょうか？そうです。J'ai bien fait。J'ai bien fait。この後ろに前置詞 do、動詞の不定形をつけることによって、何々してよかったとフランス語で言うことができます。では、チケットを前もって買っておいてよかった。どうなるでしょうか？例えば、このように言います。J'ai bien fait d'acheter mon billet à l'avance。J'ai bien fait d'acheter mon billet à l'avance. J'ai bien fait d'acheter mon billet à l'avance. 毎日の生活において、何々してよかったという機会はよくあると思いますので、ぜひこの基本文型、J'ai bien fait de 動詞不定形、覚えて使いましょう。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアントー。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお送りいたします。今回は5月よりオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセでレッスンを開始されているリュディ先生の魅力をお伝えいたします。フランス語講師としては2017年より活動されているリュディ先生は、穏やかで優しい雰囲気を持ち、生徒のペースに合わせて和やかにレッスンを運んでくれます。自然な言い回しができるようになるまで生徒を丁寧に根気強く導き、発音矯正も具体的で分かりやすいと評判です。英語も日本語も堪能で、入門者に教えるのが大好きだと公言していますので、初心者でもリラックスして楽しく受講することができます。幅広いレベルの生徒様におすすめできる講師です。実際にリュディ先生のレッスンをご受講された生徒様からは、終始和やかな雰囲気でテンポよくレッスンを進めてくれました。自分の意見を言う機会をどんどん作ってくださり、
もっと話したいと思わせてくれる素敵な先生と大変ご好評いただいております。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。皆さん、こんにちは。アンサンブルアンフランセの講師のルディです。福岡県に住んでいます。4年前からフランス語講師として働いています。初心者にも、喋れる人にもフランス語を教えるのが大好きなので、ぜひご一緒に楽しく勉強しましょう。よろしくお願いします。Bonjour tout le monde, je m'appelle Rudy, je suis professeur chez Ensemble en Français.Je travaille comme professeur de français depuis 4 ans et j'adore mon métier et j'adore enseigner aux débutants comme aux niveaux avancés. Alors n'hésitez pas à venir étudier avec moi. À bientôt! メッセージからも講師の人柄が伝わってきますよね。フランス語で話すことが楽しくなるリュディ先生のレッスン、ぜひ一度ご受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。